どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、チャトワルラグジュアリーコレクションホテルをですね今チェックアウトしたところでございます。今回ですねニューヨーク滞在で、まあこのチャトワルもね一応タイムズスクエアエリアなんですけども、まああのタイムズスクエアにね面してないので、今回最後にね宿泊するのは、ルネッサンスタイムズスクエアホテルですね。まあこちらねタイムズスクエアビューの客室はないんですけども、まあタイムズスクエアのねど真ん中にありまして、まあブロードウェイ通りと7丁目通り、まあこちらにねの真ん中にねあるホテルっていう風になっておりまして、まあまあね客室からの眺めも良さそうということで、まあ今回ね宿泊させていただきます。まあ景色がいいかどうかはねちょっと行ってみないと分かんないんですけども、まあこちらはですねスイートナイトアワードを通すとタイムズスクエアがね見えるテラスっていうのがねあるんですよ。でそれをですね私は狙っておりまして、まあスイートナイトアワードね申請してたんですけども、昨日ねとうとう結果が来て承認されなかったんですよ。いや残念ということで、そのタイムスクエアのねテラスの部屋はねちょっとお見せすることできないんですけども、まあこちらがねどういったものかっていうのをね皆さんにシェアできたらと思います。で今ね本当にタイムズスクエアのねど真ん中にいるんですけど、まあ、かなりね近いので歩いていきたいと思います。本当に目と鼻の先にねある感じですね。合ってるかないやもうタイムズスクエアねめちゃくちゃ人がいるのと、着ぐるみ着た人だったりねいろんな勧誘だったりすごいですね。あモンスターかなんか配ってますね。私も手ぶらだったらいただきたいんですけど、ちょっと無理ですね。今片手にカメラ片手にスーツケースを引いてますんでね。今日はニューヨーク16度ということで超あったかいですよね。ですんで今ダウン着てるんですけどめちゃくちゃ暑いです。いやしまえばいいじゃんって話なんですけど、しまったらしまったでですねまた荷物が入れられなくてですね、もうしょうがないから着ていこうということで着ております。さあタイムズスクエアはね今ちょうど4時ぐらいなので、これからね日が落ちてくるんですけども、まあ、それにつれてね人がどんどん増えてる感じですね。ということでもうねあと1ブロックぐらい歩いたらね着きますので、着いたらねまたカメラ入れたいと思います。いやーすごい人だ。あでもちょっとここら辺とかね皆さんに見せてないかもしれないですね今回の滞在で。いやーすごいですね、もうキラッキラですね。すごい今ねこの左に映ってる上の方にマリオットマーキスっていうねマリオット系のホテルがあります。いやだからこのタイムズスクエアエリアにもねマリオット系すごい多いですよね。本当に不動産だけでやばそうですよね。まあフランチャイズなのかどうなのかちょっと知らないですけど、でもすごいですよね。いやーすごいすごい。いやクリスマスソングが流れてますね。すごい。いやー見えますでしょうかこの人の多さ、これすごいですね。なんかイベントかって感じですよね。特にイベントはないと思いますけど、さあ渡れるか。あ渡れる、いけるいける、いっちょいっちょいっちょ、もう信号青だったらガツガツ行かないと。すげえ人の流れでやばいっす。さあ映っておりますでしょうかね、でっかく R ってね出てると思います。でねこの上のねところがレストランになってるらしいんですよね。ちょっとどの部分か分かんないんですけど、この町のねコカ・コーラのマークが多分見えてると思うんですけど、見えてないかな、広告はナインウエスト、まあここのね間のところがレストランになってて、ここからねタイムズスクエアを眺めながら、まあ、お酒等々が いただけるらしいです。すごいすごいところですよね。まあちょっとねまあレストランなんでやってるかどうか分かんないんですけど、もしやってそうだったらねちょっと一杯ぐらいいただきたいですよね。ということでホテル着きましたんで早速ねチェックインしていきたいと思います。もう4時過ぎてますんで多分チェックインできるはずです。ハロー。
それでね、無事チェックインできましたので客室入っていきましょう。ちょっと私はね、荷物が多すぎて中見ちゃいましたけども、改めて行きたいと思います。よいしょ、はい、入りました。こんな感じになっております。まずベッドルーム見えちゃいましたんで、ベッドルームから行きましょうかね。はい、今回はね、あのバスタブをリクエストしたら、バスタブ付きはね、あの2ベッドルームでしかないよっていう話でしたので、2ベッドルームで利用させていただきます。まあ別に全然問題ないですね。まあベッドはね、キングサイズということでこんな感じになってます。まあまあ大きいですね。はい、でベッド周りはですね、ここに目覚まし時計ですかね、時計があって、デスク、ベッドランプがあって、コンセントはなしかな珍しいですね、コンセント見つかんないですね。まあ別に反対側にコンセントがあればね、何の問題もないんですが、まあ一応ないです。でベッドがもう一個あってですね、でここにエアコンの切り替えスイッチがあります。まあ、これね、あの表示の仕方がこんな感じで温度に変えられます。なぜかの18度設定ですね。まあこれはいいでしょう。で今回ですね、まあ、こうタイムズスクエアにあるということで、今回これは7番ブロードウェイ側ですかね。はい、こんな感じになっておりまして、どうでしょうか。いや悪くないんじゃないですか。うん、まあちょっとね、ホテルに聞いたところ、タイムズスクエアビューの部屋はないんですよ。だからタイムズスクエアっていうのは、まあまさにあの真ん中のところをね指すみたいで、この客室からね、こうやって見えてる客室からね、こうやって見えてる部分に関しては、一応ね、これブロードウェイかな、7番街かな、ちょっとどっちかなんですけど、言い方としては、7番街ビュー、もしくはブロードウェイビューみたいな、まあ、そういった感じみたいなんですよね。ですんで、まあ私みたいにね、ミーハーな感じの人からすると、これでもね、テンション結構上がりますね。はい、でちょっとね、カメラに映んないと思うんですけども、向こう側の方のあの広告とかもね、見えるって言った形になります。まあ個人的にはですね、全然いいんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。はい、まあ、下向いたらですね、あの通りの車の流れとかもね、見ることができますんで、いやいいんじゃないでしょうか。はい、都会に泊まってる感がね、すごいある気がします。いやいいですね。でこちら側行くとですね、デスクがあって、ここにあれですね、ちょっと電気つけましょうか。こうかな。はい、電気をつけるとこんな感じになります。で電話と、こちらね AC が2つで、下にね AC が2つありますね。 USB は今のところないですかね。で電話があって、おお、これは珍しいこれはお手拭きシートですね。トイレに流さないでくださいっていうのがありますけど、 75% アルコールって書いてありますね。今回のニューヨーク滞在でこんな素敵なのあったの初めてですねまあ日本ではね、普通のホテルでもありそうな感じですけども、ニューヨークにはねありませんのでね。はい、でこちらにね、大きめのテレビ、 Netflix、YouTube、Pandora とかね見れるみたいですね。はい、これはいいですね。でテレビもかなり大きい LG 製ですね。50インチぐらいありそう。はい、こんな感じになってます。で下にですね、デスクじゃない、荷物を置くところがねあったり、こちら側にですね、お水があります。ちょっとね、この札わかんないんですけども、値段書いてあるんで、もしかしたらこちら有料かもしれないですね。ちょっと後でね、あでも書いてありますね、コンプレメンタリーフォープラチナチタン&アンバサダーエリートはディスレジオフィーに含まれますということで、いやちょっとこれ微妙ですね。これちょっと聞いておきます。これ持って後で聞いてきますこれね、あのディスレジオフィーっていうリゾート料金があると思うんですけど、マリオットホテルのニューヨークって、で今ねディスレジオフィーないんですよ。で今回このホテルもディスレジオフィーないんで、まあ、ちょっとね分かんないんで、これは聞いておきます。でここにスノードームですかね、これ違うのかな。おやっぱスノードームだ。わあ面白い、何これここにスノードームありますね。いやでもこれ落としたら割れますからね、気をつけないと。こういうことですよね。でこう、めっちゃ素敵ですね。何この仕掛け、子供が触って落として割りそうですね。いやいいはい、こういうのもあります。でお水、あと氷入れるやつですね、あと
紙じゃないプラスチックのコップと、で下はですね、はい、こちら冷蔵庫、こちら何も入ってないですね。でこちら側にコーヒーマシンですね。いやー飢えてました、コーヒーマシンに。まさかね2連チャンでコーヒーマシンがないホテルだと思わなかったんで、これねいつでも飲めるっていうのはやっぱりいいですよね。こちらスタバじゃないですね、何だろう、こちらこのメーカーのコーヒーマシンがセットされております。こちらで入れる感じですね。でこれを開くと上にアイロンであったりね、アイロン台で、この下は空かな、あ金庫で、その下は空ですね。でこちら側にハンガー等々があると。あとバスルーム行きましょうかね。はい、こんな感じになってます。EWE looking at me こういうポスターですかね。でこちらが鏡です。いやすごいおしゃれ、わかります、この上側がですね、これニューヨークの景色になってるんですね。いやこれは細かいですけども嬉しいこれはおしゃれですね。こんなおしゃれな鏡今のところ一回もなかったですね。でアメニティはこちらです。アベダ、いやこれはちょっとですねピント合うかな、ちょっと近づけましょう。こちらですね、ピントが合わない、合ってます、はい、こちらのブランドですね。これは見たことないですね。私ねルネッサンスっていうブランド自体がね、ホテルブランド自体初めてなんで、もしかしたらルネッサンスはこれで統一されてるのかもしれないですね。でここに紙コップが2つあって、タオル類が下にあります。でここにゴミ箱ですかね、はい。で左側にね拡大鏡とかもあります。でですねこっちがバスタブですね、可動式じゃない、固定式のシャワーとカラン、それだけですかね。それ以外は特になさそうです。でバスタブですね、結構いいんじゃないですか。思ったより深いですね。もっと浅いバスタブかと思ってたんですけど、ニューヨークはね2パターンぐらいあって、結構高いね、あの高さのバスタブとすごいね浅いバスタブがあって、浅いバスタブだとですね本当にあの体使うのね大変だったりするんですけど、結構バスタブね高くていいですね。という感じでしょうかね。ということでこちらにね一泊お世話になります。で本日ですねこちらルネッサンスタイムズスクエアホテルですね、一泊お世話になるんですけども、こちらはですねカテゴリー7のね、ホテルっていう風になりますんで、5万ポイントから7万ポイントでね、マリオットボムポイントで宿泊することができます。で、まあ、ご覧いただいている通りですね、タイムズスクエアのど真ん中にあるホテルっていう風になりますんで、まあ、立地的にはねかなりいいですね。でまたね、先ほどねお話ししてた通り、このマリオットボンボイっていうのはポイントで宿泊した場合であってもディステージオフィーっていうねリゾート料金がね、まあ、30ドルから高いところで50ドルとかね取られるんですよね一泊で。それがこのホテルはね今はないんですよね、もともとあったんですよね。ですけども今のこのパンデミックで、本来このディスネージョンフィーっていうのは、まあ、請求するけどその分ホテルクレジットいくらかあげますから使ってくださいみたいな、まあ、そういったものなんですけども、まあ、それもね今はなくてですね、ディスネージョンフィー自体もねないっていった形になります。ですので今の時期ですね宿泊する方はこの7万ポイントとプラス多分ね税金の7ドルとか多分そんなもんでね宿泊できるのではないのかなと思います。ですんでね、もし今後ね利用されたい方は予約画面にですねポイント数と、まあ、いくらかみたいなそういうのが出ます。でそれがね目的地アメニティみたいなねそんな感じで出るんですよね、まあ、そこにディスティネーションフィーが入ってる場合はそこに30ドルとか、まあ、2泊だったら60ドルとか、まあ、そういった感じで表示されますんで、まあ、そこをね確認していただくと、まあ、それがあるかないかね確認することができるっていった形になります。でこのディスネージョンフィー自体はですね動画で何回も言ってるかもしれないですけども、ホテルによって違いますんで、まあ、今回泊まったアルゴンキンもないですし、セントレディスチャトワルもないですし、あとどこでしたっけ、一番最初の、ルメディアン、まあそこにもねディスネージョンフィーはありません。で今回もなかったんで、今回泊まったホテルは全部ないんですよね、まあ、ないんですけども今後復活する可能性はね十分ありえますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。でですねマリオットボンボイのプラチナステータス特典なんですけども、
残念ながらですね、あ、まずこれね、あれなんです、これがね、まずルームキーなんですよ。非常におしゃれですよね。はい、これがルネッサンスタイムズスクエアのルームキーということで、これおしゃれですよね。特にね、タイムズスクエアとは書いてないんですけども、ルネッサンスはね、こんな感じのルームキーなんですね。非常にかっこいいです。で、プラチナステータスのね、あの特典なんですけども、こういった形になっておりまして、こちらね、上からですね、ミックスサラダ、スリーチーズピザ、ジャイアントプレッツェル、ニューヨークスタイルチーズケーキということで、まあ、こちらはですね、マリオットボンボイのプラチナステータス特典っていう風になるんですよね。で、今ね、あの R ラウンジだったかな、ちょっとラウンジ名忘れちゃったんですけど、レストランがねクローズしているということで、朝食が用意できない代わりにこちらっていった形になります。ですので、今現在はですね、朝食特典はね利用することができなくて、これでね振り返っていった形になります。まあね、チーズピザとかもありますし、チーズケーキとかもねありますんで、まあ好きな方ね選んで利用できるっていうのはね、いいですね。まあ朝食特典として朝食は利用できないのはね、ちょっと残念ですけども、まあね、あの今ねレストラン閉まってるということで、まあこれはねしょうがないかなというふうに思います。まあこういった感じですかね。で、レイトチェックアウトに関しては、私ね明日帰国するっていうふうになりますんで、レイトチェックアウトはね今回利用しません。ですけども、一応ねチェックインの時に何時がいいみたいな感じでね聞かれましたので、まあおそらくねレイトチェックアウトもね利用できるかなと思うんですけども、まあこちらはね、あの空室状況によってっていった形になりますんで、ここはねタイミングによるかなと思います。ということでね、こちらルネッサンスタイムズスクエアホテルですね、一泊ねお世話になります。いや、非常にいいですね。もうこの窓からね、この電光掲示板のこぼれ明かり、まあこれね嫌な方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ私個人的にはですね、あのせっかくニューヨークに来てるんで、まあこういったのはね結構好きですまあここに住めっていうのとまた違いますよね。ということで、こちらね一泊お世話になります。ということで、今ね、ニューヨークはね16時、まあ午後のね4時ぐらいということで、今日のね夕飯ねステーキね食べに行きたいなというふうに思っておりまして、明日ね帰国っていうふうになりますんで、最後のね食事はちょっとステーキって最初から決めておりましたので、もうちょっとしたらねステーキ食べに行きたいと思います。で、そうですね、ひとまずこちら私ねチーズケーキにしようかなと思っておりまして、またねあのお水ね無料なのか有料なのか、ちょっとこれもねチェックしていきたいなと思います。ということで、ちょっとね行ってきますね。ということで、今ね聞いてまいりました。こちらねお部屋にあるお水なんですけども、こちらねお部屋にあるお水で、ここにですね、あのコンプリメンタリープラチナチタンアンバサダーって書いてあるんですけど、あのディスネージョンフィーに含まれてますよということで、今回ねディスネージョンフィー払ってないので、まあ無料なのか有料なのかよく分かんないんで、聞いてみたらですね、こちら無料ということですんで、こちらねあの飲んで大丈夫ですこれね、いやこれね本当に水ごとき別にいいじゃんって思うかもしれないですけど、これね6ドルかかるんですよ。でタックス入るんで、多分ね7ドルまでいかないですけど、7ドル6ドル50セントぐらいね、まあ、2本飲んだら1500円ぐらい請求くるんでね、バカバカしいんでね、まあ、一応聞いときました。ということで利用できます。でこちらですね、こちら今ねチーズケーキもらいに行ったんですけど、こちらのチーズケーキはですね R ラウンジっていうね2階にあるバーがあるんですけど、そちらがですね5時からねオープンということで、5時になったらねこちら利用できるっていうことで、まだねもらえないそうです。ということで、もうちょっとしたらですね、あのステーキね食べに行きたいなと思います。ちょっとね前の動画になっちゃうんですけども、あのお昼にですね、あのチキン&ライスビーンズっていうね、あの5ドルのねあの食事をいただいたんですけど、お昼めちゃくちゃボリューミーで、まあ、全部ねこっちのホテルに持ってくるのも大変だったんで、まあお腹空いてたものもあったんでね全部食べたんですよね。まあ、そしたらですねめちゃくちゃ腹いっぱいになって、まだねあのお腹空かないんで、もうちょっとねお腹が空いたらですねステーキの方ね食べに行きたいと思います。ひとまずですね、私はね M&M に行って、息子にですね M&M のねキーホルダーを買ってきてあげたいと思いまして、とりあえずね行きたいと思います。それではね外に出てきて、今からね M&M ね見えますかね、あれです、ホテルのね隣の隣なんですけど、このルネッサンスニューヨークタイムズスクエアホテル、めっちゃ本当にいい場所にありますね。はい、ここがねホテルで、このこちらねちょっと後ろ側なんで分かりづらいかもしれないですけど、これがねタイムズスクエアの有名の赤い階段ですね。でこの裏にねチケッツっていうブロードウェイミュージカルのねあの活躍チケットが、まあ、当日券ね
入るところなんですけども、本当にめちゃくちゃいいですね。あ、交通規制されてるのかな、されてますね、はい、っていうことなんで本当にめちゃくちゃいい場所にありますね。いや本当にいい場所ですね。ちょっと歩いたらこのタイムズスクエアのね赤い階段がこんな感じで見に来れると、いやこれはすごい。あ、なんかやっぱりイベントがあるんですね。こんな感じで、まあ、ちょっと何のイベントか分かんないですけども、かなりねイベントがやられております。でここがね今日の、チケットのね当日券の並びですね。やばい、めちゃくちゃ並んでる。まあこういった感じでね、すごいですね。ということで私は M&M に行きましょう。いやこれはねちょっと今までタイムズスクエアのねニューヨークのホテルいろいろ泊まってきましたけども、ルネッサンスもいいですね。まあ、あることはね知ってたんですけども、まあ、なかなかね泊まる機会が今までなくて、普段であればねクラブラウンジもあるっぽいですね。まあ、ちょっとね今回はやってないんであれなんですけども、そうそうそう、マリオットボムのねプラチナステータス以上で入れるラウンジの話なんですけども、あの今回ね、まあ、私がニューヨーク来るにあたってかなりねクラブラウンジのあるホテル等々全部調べたんですけども、残念ながら全滅です。もう一つもやってない、まあ、やってても朝食の時間帯だけだから、今までカクテルタイムでねやられてた、まあ、シェラトンタイムズスクエア、シェラトントライベッカ、あとリッツカールトンはまあ有料ですけどもラウンジあるんですよね、まあ、そういったラウンジのあるホテルね全滅でした。はい、今まで私が利用したところもそうだし、あるっていうのはね、あの分かって調べたホテルもですね全滅でした。ということで、まあ、これからねニューヨーク来られる方、プラチナステータス以上でねラウンジ利用したいなって思ってる方はですね、ぜひねデスクに確認していただいて、まあ、本当にやってるかどうかとカクテルタイムがあるかどうかねぜひチェックしてからね利用してみてください。いや12月のニューヨークでねロンティーとシャツで出歩けるってやばいですね。多分みんな暑いと思います、ダウン着てる人とか。今ねちょうどいいぐらいなんですよね、寒くもなく暑くもなくみたいな。ということで M&M ね行きたいと思います。ここはね確かあれなのかな、普通に入れるのかな、ワクチンパスとかいるのかな。あ、大丈夫そうですね。あ、そんなに思ったより人が入ってない。ここはねお手洗いとかもあったりね、結構おすすめです。あのタイムズスクエアのねお手洗いスポットということで、覚えておくと結構便利に使えるかもしれません。ということで息子にねキーホルダーを買って帰りたいと思います。それではね客室に帰ってまいりました。息子のお土産はこれになりました。 M&M の全員写ってるやつが良くてこれにしました。まあこれはね本当にどうでもいい話っていうか私の本当に個人的な話なんであれなんですけども、今ねちょうど5時ぐらいに、ね、なりましたので、そろそろですねステーキの方ね食べに行きたいと思います。ちょっとねピーター・ルーガーっていうね皆さん知ってると思うんですけども、ニューヨークではね一番有名なステーキ屋さんがねあるんですけども、こちらはですねなんと日本にね上陸しまして、恵比寿だったかな、はい、上陸したんですよね。ですのでもしねニューヨークのナンバーワンステーキと呼ばれているピーター・ルーガーが食べたい方はですね、ぜひね恵比寿のお店に行ってみてください。予約ね超大変みたいですけども、まあ一応ねオープンしましたのでぜひね利用してみてください。で私の方はですね前回2年前に来た時にキーンズっていうね結構有名なステーキ屋さん行かせていただいて、でピーター・ルーガーはもうね何回も紹介してて、まあ、ウルフギャングも日本にあるということで、まあ、ほとんどね、まあ、利用しているもしくは日本にあるということで、まあ、日本にないってなるとベンジャミンステーキっていうねステーキ屋さんがこちらねまだ日本に上陸もしてなくて、でまたね私の動画でもね紹介したことがないのでこちらにね。それではですね外に出てまいりました。ちょっとね残念なことに今ねベンジャミンステーキをね調べたんですよ。そしたらね日曜月曜ね休業ということで本日ねやってないそうなんですよね。いや残念。
ということで前回もね利用させていただいたんですけども、まあ、非常にね店員さんの対応等もね良かったキーンズっていうねステーキハウスに行きたいと思います。でね今ちょうどこんな感じでタイムズスクエアを歩いているわけなんですけども、まあ、こちらからねウエスト36丁目あたりまで行ってキーンズ向かっております。ニューヨーク最後の夜ということでせっかくなんでね歩いていきたいと思いますけども、すげー人だ、すげー人です。ここでもねかなり人少なくなった方なんですよね。さっきまでね本当にチケッツのねそばの方は本当にめちゃくちゃ人すごくて、なんかやっぱりねライブみたいなのねやられてたみたいですね。で今日ねあったかいんでねみんなこのこうフリースペースだと思うんですけど皆さんここでねあれしてますね。先ほどよりねちょっと肌寒くなったんでウルトラライトダウン着てますけども、まあ、着なくてもまだいけるぐらいあったかいですね今日は。でね今ねちょっと、まあ、大丈夫であろうフリードリンクで今エナジードリンク配ってまして、まあ大丈夫だと思うんですけどちょっと怖いですよね。これもモンスターみたいなそういうもんだと思うんですけど、お姉さんがねみんなに配ってて、まあ、空いてる缶とかもねそこら中にあるんで多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、このニューヨークでしかもアメリカのエナジードリンクってやばそうじゃないですか、まあ、ちょっとだけいただきたいなとは思うんですけどもちょっと怖いですよね。いやーすごい、いや早いですね、まあ、今回1週間ぐらいの滞在でしたけども本当にあれでしたね。なんか最初着いた時はわすごいたくさんあると思ったけど本当にあっという間ですね。やはりねここはタイムズスクエアということですごいですね。 TikTok なのか踊ってる人たちもいれば YouTube でなんか喋ってる人もいるし私みたいな人もいるし本当にすごいですね。まあ映えますよね。今ねちょうど41丁目ぐらいかな、それ36丁目ぐらいまでねとことこ歩いていきたいと思います。ちょっとね今回の滞在最後のニューヨークを楽しみながら散歩していきたいと思います。それはねお店に到着しました。やってるのかな、なんか若干心配な感じもするんですけど行ってみたいと思います。はい、ちょっとねお店の看板が目の前にねこれができてるんでちょっと見づらいですけどこちらになります。それでは行きたいと思います。ということで突撃したんですけど座席はね確保できそうだったんですけどめちゃくちゃ混んでてこういう時期なんでねやめました。非常にね雰囲気もいいお店でちょっとお伝えしたい部分もあったんですけど、まあ、前回もねこちら利用して動画もね、まあ、簡単ですけど撮りましたし、まあ、こういう時期なんでねいやもう完全に満席なんですよ。用意できるよって言ってくれたんですけどちょっとやめました。ということでテイクアウトで客室の方でねいただきたいと思います。いやねちょっとバーの方をね見まして すんごい人でまあ本当にスーパーにぎわってた感じですね。ということで客室でね戻っていただきたいと思います。ということでせっかくなんでコーラだけゲットして客室戻りたいですね。タイムズスクエアのまた人混みを通ってね部屋の方に戻りたいと思います。ということで客室にね帰ってまいりました。ちょっとねお店で食べたい気持ちをぐっと抑えてですね持って帰ってきました。で今回ですね T プライム、まあ、T ボーンステーキですね64ドル、まあ大体7000円ぐらいですかね、はい注文しました。でステーキ自体はですねこんな感じになってます。非常にいい匂いがしますね。まだねあったかいので美味しくいただけるのではないでしょうか。はい、ということで、で帰りにですね2階のねバーの方でエリートステータス特典のチーズケーキちょっとね崩れちゃったんです残念なことに、はいすいません、はい、でもこれね非常に美味しそうなんでこれもね一緒にいただきたいと思います。でちょっとねビビっているこのニューヨークで配ってた兄ちょっと分かんないな、とりあえず
エナジードリンク、まあ、これもねせっかくなんでいただきましょうということで、まあ、あったかいうちにねいただいた方がいいと思いますんで、ステーキいただきたいと思います。いやお店で食べた方がね絶対美味しいのは間違いないんですけど、ビビりました人の多さにということで、このエナジードリンクを軽く一口いただいてみましょうかね。どうしましょう。これね薄いビタミンウォーターみたいな味ですね。うん、これはちょっといいんじゃないでしょうか。はい、ということでステーキいただきたいと思います。まあ、これ T ボーンステーキなんでね、多分これあれですよね、左右で味が楽しめるみたいなやつで、サーロインとなんかですよねちゃんと調べてないということで、ホテルなんでねもう好き勝手にかぶりついていただけちゃいますね。ではいただきます。うん、いやまだ暖かくてねめちゃくちゃうまいですね。いやなんか購入してテイクアウト出来上がるまで30分ぐらいかかりますって言われて、あそんなかかるんだと思って、まあ店の外で待ってればいいやと思ってね、あの待ってたんですけど、なんでなのかな、まあ、チップを普通に払ったからなのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、テイクアウトなんでねチップってまあほとんどいらないと思うんですけど、まあ、払っといた方がマナー的にいいかなと思って、まあ、軽く払ったんですよね。そしたらね5分もかからずに出てきたんですよね。まあ、これがニューヨークなのかちょっと分かんないですけども、でこちらね反対側です。サーロインとあともう一個何だったっけな、まあ、ちょっと部位が違うんですよね。はい、ティーボンでいただきます。うん、いやめっちゃビール飲みたくなりますね。なんか岩塩みたいなのがねちょこちょこ振ってあってね、それをまたアクセントでめちゃくちゃうまいですね。うん、次回はねお店で食べれる世の中になってるといいですね本当に。まあ、ホテルはホテルでねなんか気にしないで食べれるのはそれはそれでいいんですけどね。これコーラね、普通にあのプレットっていうなんかあれ何屋さんっていうんですかね、まあ、カフェみたいなところで買ったんですけど、これね3ドルいくらだったんですよ。まあ高いんですけど、まあちょっともうここでいいやと思って買って、で3ドルいくらって言われて、あの5ドル出したんですよ。そしたら1ドルいくらみたいなあれじゃないですか本来だと。でもなんかコインがなかったらしくて、お釣りのコインが。だからそうなったらまあ普通日本の場合まあ両替の小銭を出すとかあると思うんですけど、もうコインねえからいいやっつって2ドル返してくれました明らかもう会計おかしいから、私がちょっとキョロキョロしたらお釣りであのコインないからいいよみたいな。いやすげえなこれ日本じゃありえねえなと思いながら本当にね最後にニューヨークをねまた感じさせる出来事でした。非常に美味しいですねこれ。であのティーボーンステーキの、まあ、注文の仕方なんですけど、まあ、そんな難しくないんであれなんですけど、ステーキってこれティーボーンステーキで、これはティーボーンステーキっていうメニューで、あとねティーボーンステーキ2、4、2みたいな、4、3みたいな、まあ、そういうのがありますんで、2人だったらステーキ4、2、あティーボーンステーキ4、2、3人だったらステーキ4、3みたいな、そういった感じで注文していただければ、まあ難しいことはね何にもないです。で焼き加減ね聞かれます。私はね基本ミディアム、あの外もあったかくて、あ外も焼けていて中もあったかいみたいな。でこれをミディアムレアとかにすると、外はあったかくて中は冷たいっていった形になりますんで、まあ日本のステーキ屋さんでねなかなかここまでねあの冷たいってなかなかないと思うんで、まあそこはね好みによるんですけども、まあ私はね基本的に外も中もねあったかい感じで食べております。でこのホテルでもらったチーズケーキいただきましょう。はい、非常に美味しそうです。あめちゃくちゃうまい、これすごい、もうカロリーでしかないですね。ステーキにチーズケーキ、生クリーム、そしてパンそしてコーラまあせっかくなんで許してください。ニューヨーク最後です。うん、いや非常に美味しいですね。ということでこんなもんでしょうかね。はい、ひとまず今日はですねめちゃくちゃ暑くてめちゃくちゃ汗かいたんで、ひとまずねご飯食べて、お風呂ゆっくり入ってですね、でまたね夜になってからねタイムズスクエアね行きたいと思います。ということでねゆっくりいただいて、ちょっとゆっくりねさせていただきます。
それではですね、今タイムスクエアに来ました。23時57分からですね、こちらの電光掲示板がですね、今ね、いろんな電光掲示板がね流れてると思うんですけども、これがね23時57分からの3分間、いろんなね今広告が流れてるのが全部一緒になるんですよね。それがこの23時57分からの3分間という風になっておりますんで、ぜひねこちら見ていただければなと思います。またね今後ニューヨークのねタイムズスクエア来た際にはですね、こちらもね、まあ、お時間があればですね、ぜひね見ていただければなと思います。それではね23時57分に、ね、なったらですね、ちょっとカメラ回したいなという風に思いますので、ぜひね楽しんでみてください。このね、いろんな液晶がですね、この同じ広告になりますね。それではですね、いかがだったでしょうか。私がね以前ね見に来た時は、最初ねバチ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 って綺麗になってから同じ広告になるみたいな感じだったんですけど、まあ、今回はね何の前触れもなく普通に全部の広告が一緒になるみたいなね、まあ、そういった感じでしたね。まあ綺麗だったんですけども、ちょっとね迫力には欠けるっていう感じでしたね。とはいえね、こういうショーみたいなのはね、このタイムズスクエアの液晶でね行われるっていう風になりますんで、23時57分からの3分間、もしね今後ニューヨーク利用される方はですね、ぜひ行ってみていただければなと思います。でもねこの冬のシーズンはですね、めちゃくちゃ寒いんで確保して行ってください。昼間あったかかったんでね、ある程度あったかいかななんて思ってたんですけど、そんなことは全然なかったですね。ということで客室ね戻りたいと思います。ということで客室帰ってまいりました。いやニューヨークのね最後の夜とうとう終わってしまいますね。まあちょっとねこれからもうね12時過ぎておりますので、私の方はですねちょっとこの景色をね楽しみながらゆっくり休みたいと思います。いや寂しいもんですね。ということでおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今ね朝の7時半ぐらいですかね。いやね、深夜までちょっと編集作業して、まあ、そのまま寝てちょっとね長めに寝ようと思ったんですけども、まあ、こんな7時半にね目が覚めてしまいました。いやね、朝からねタイムズスクエアねビカビカになってます。いやいいですね。タイムズスクエアのエリアに泊まるとね、まあ、こういった形でね、まあ、非現実的なね感じが味わえるのはねまたいいですよね。まあ、これは人によってね変わるかもしれないんですけど、あとねちょっとね気づかなかったんですけど、昨日このねこのホテル、これねエディションホテルなんですね。はい、これもねカテゴリーここは7だったかな、はい、だと思うんですけど、ここもねエディションホテルでマリオットホテルなんですね。
ですんで、ここタイムズスクエアビューとかね撮れたら本当にど真ん中タイムズスクエアね見れるぐらいのねホテルなんですね。上の方にねちょっとカメラじゃ映らないと思うんですけど、エディションって入ってて、これなんだろうなと思ってパッて上見たらね、エディションホテルでしたね。ということで今度はねこのエディションホテルもね泊まってみたいですね。今回ねいろいろあのエディションホテルもね気になってたわけなんですけども、今回ね入れることができなかったんですよね。まあニューヨークにはですね本当にたくさんのねマリオットホテルありますんで、まあ、今回ね結構いろいろね泊まらせていただきましたけども、まだねたくさんありますね。はい、あと多分ね30ぐらいあるのかな、全部のホテルでは多分ね30ぐらいあると思います。言い過ぎかな、いやでも多分そのぐらいあると思いますね。ということで本日ですね、私ね日本に帰国しますので、PCR 検査のね結果も、無事ね陰性いただきまして、書類もね用意できたということで、で今日のフライトがですね14時なんですよね。で3時間前なんで、だいたい11時ぐらいにね、空港にねいれば OK っていう風になるわけなんですけども、まあ、今回ね私地下鉄で JFK 帰りますんで、いや一回ね動画にまあもう YouTube やってた頃だと思うんですけど、まあ、トラブルっていうのをですね YouTube に上げることをしてなかった頃で、本当に一回電車で帰ったらその電車が止まって、でどっかの駅で降ろされて、でそこからねニューヨーク市の電車でバスがね一気にブワーって来て、でそれに乗せられて JFK に行くっていうね、まあ、結構ねレアなことがあって、まあ、それね本当にすごいね時間を取ってたからねそれは良かったんですけども、まあ、そういったね電車が止まるとかねそういったこともね、まあ、ゼロではないんで、ちょっと早めにですね9時から9時半ぐらいの間にね出て、で電車乗ってね JFK の方にね向かいたいと思います。あとね1時間半ぐらいねありますので、朝食ね昨日のステーキね残ってますんで、あれだけ食べてですねニューヨークの方をねさよならしたいと思います。今回ね7日から8日ぐらいねニューヨークにいたんですけども、本当にね本当にあっという間でしたね。はい、まあ、やっぱりね編集しながら動画撮ってみたいな感じでやってるとねちょっとね時間配分がね難しかったですね。ということで今ねこれ多分ねすりガラスみたいな多分入ってると思うんですよね、スモークみたいな。はい、もうね外は明るいはずなんで、もうね朝のニューヨークになってると思うんですけども、ちょっとね画面越しだとちょっと暗く見えるかもしれないですね。はい、こんな感じになります。いやねやっぱりタイムズスクエアビューが好きな私からすると、このまあこれタイムズスクエアビューでは一応ないらしいんですけど、これブロードウェイビューか7番街ビューらしいんですけど、まあでも私としてはね結構好きですね。本当にね下とか見るとね本当にビカビカですもんね。それではね朝食をいただいてパッキングねしていきたいと思います。まだね髪の毛も全然やってないんで、みすぼらしい姿でちょっと申し訳ないんですけども、はい、ひとまず支度したいと思います。それはですね9時ぐらいになりましたので、そろそろねチェックアウトして空港の方にね行きたいと思います。いや今回ですね、ルネッサンスタイムズスクエアホテルですね、残念ながらですねスイートナイトアワードね通すことができなくて、いやここはね本当にまたリベンジしたいと思います。スイートナイトアワードをね、申請して、テラス付きのタイムズスクエアが見える客室ですね、次回はねぜひ泊まりたいと思いました。まあひとまずね、まあ普通にね今回まあダブルの客室にね宿泊させていただいたんですけども、まあ私みたいにですねこのキラキラしたねタイムズスクエアの近くにね、宿泊されたいっていう方はですね結構いいのではないのかなと思うのと、またねタイムズスクエアの赤い階段ですね、非常にこのホテルのね、入り口から近いということで立地的にはねかなりいいと思います。でねそんなにすごいね大きいホテルじゃないんで、エレベーターが全然来ないとかねそういったことも私がね宿泊している感じでは全然感じられなかったのと、またね2階にあるねR ラウンジっていうバーですね、あそこも今はねちょっと閉鎖してるんですけども、そこもねタイムズスクエアが眺められる場所でお酒を飲むこともねできるっていった形になりますんで、まあねこのニューヨークのね滞在ね結構楽しめるねホテルではないのかなと思いました。クラブラウンジはですね本来はねやっ
ってるそうなんですけども、ちょっと今はねやっておりませんっていう感じで、ちょっとね今後どういったね運用になっていくかっていうのはですね正直わからない部分もありますので、その点ね知りたい方はですね今後ね利用する際にマリオットボンボイのねデスクに聞いてですね、ラウンジ等々のね情報をゲットしてからですね、今回朝食もね昨日のチーズケーキで代替行っていただく形になっておりましたんで、そこら辺をねチェックしてから利用ねしていただければなと思います。ということでチェックアウトしてね JFK 空港向かいたいと思います。先ほども言いました通り今回ね地下鉄で向かいますので、結構ね時間に余裕を持って出ております。ということで JFK 空港行きましょう。それではですね外に出てまいりました。今ね、ウエスト53丁目の駅まで、歩いてですね、そこから地下鉄に乗って JFK 空港までね行きたいと思います。いや今日のニューヨークは寒いですね。昨日があったかすぎたんですよね。でねちょっと髪の毛をですねセットしようか迷った挙句にやめるっていうね。いやANA の JFK の指定ラウンジはブリティッシュエアウェイズのラウンジなんですよね。で、まあ、本来ねそこはシャワー使えるんですけども、まあ、このコロナの影響でね閉まってる可能性も全然あるんですよね。でダイヤモンドステータス入れるファーストクラスラウンジっていうのも閉まってるという感じなんで、もしかしたらですねシャワー閉まっててちょっと髪の毛バチバチに固めてそれを取れずに、ね、飛行機乗るみたいなね、まあ、そういう状況になったら嫌だなと思って髪の毛ねちょっとセットしませんでした。でまあ寒かったら帽子かぶればいいやと思って帽子かぶってから動画を回そうと思ってたら忘れてた感じですね。ということで53丁目までテクテク歩いていきたいと思います。このスーツケースをね引いて JFK 空港からね来るのはねもうテンション上がってるんでねあんまり気にならないんですけど、帰りって本当になんかしないけど辛く感じますよね。なんでだろうな、もう日本に帰るのが分かっててそれもありますよねやっぱり。ということで今ね40ここは9丁目か50丁目ぐらいかな、そのままね上の方に行って地下鉄のね、E の地下鉄に乗ってねJFK 行きたいと思います。今日もニューヨークは天気がいいですね。いや本当に帰りの日雨にならなくて本当に良かった。もう帰りとかね雨だと本当にきついですからね、いくらね節約したいとはいえちょっとタクシーっていうね気になってきちゃいますよね雨降ってると。いや今回のニューヨーク滞在ですね本当にどこのホテルもねラウンジやっておりませんでしたので、次回来るときに復活してるといいですね本当に。まあ、こればっかりは正直全然よく分かんないですけどね、このままラウンジがなくなってしまうのかとかねどうなるんですかね本当に。ヒルトンのフード&ビバレッジクレジットも2022年そのまんまになるのか2021年で終わってくれるのか、まあ、今のところねまだ分かんないんでね。ちょうど今ね53丁目52丁目ぐらいに来たんですけど、右側にねシェラトンタイムズスクエアが出てきましたね。やっぱり駅ってなると、まあ、近い駅もねタイムズスクエアのさっきのルネッサンスからねありますけども、空港のアクセスって考えるとやっぱりシェラトンタイムズスクエアすごいいいですね。このホテルの本当に脇ぐらいにね地下鉄の入り口があって、まあ、そこからね空港に帰れるね、こっちはジャマイカ、あ違うかな、こっちはハワードビーチかな、まあ、どっちかは分かんないですけど、空港にね乗り継げる乗り換え機にね直接行くことができる線路が走ってるんでやっぱり使いやすいですよね。そうそう、この前ね来た時にたまたまねあれ何航空の制服か分かんないですけど、飛行機のねクルーの方、CA の方、このシェラドンタイムスクエアね入っていくのがね見えましたね。まあ、やっぱアクセスもいいんでしょうね。それでは地下鉄ね乗っていきたいと思います。どっちの方が近いかな、あっちの方が近いか、よいしょ、ラブの、あラブじゃない、ホープの看板がありますね。これもなんだかんだ結構観光雑誌とかに載ってますよね。よいしょ、それは7番街の駅に着きました。ではここからですね JFK 空港まで
1時間ぐらいですかね、40分から1時間ぐらいとことこ揺られていきたいと思います。よいしょよいしょ、こういう時にね本当にタッチ決済いいですよ。まああれなんですけど、ちょっともったいない感じになるんですけど、まあ楽ですよね。ではいい番線に乗って行きましょう。あ、全然人いないですね。よいしょ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 。あ、ではね、ちょうどいいところに来ましたんで乗ってきましょう。それでは地下鉄乗りました。こっちからだとジャマイカセンターに行って、ちょっと手前で一回降りるんですよね。そこまでね、行きたいと思います。それではね、まもなく乗り換え駅に到着します。こちらのね、ちょっと読み方は分かんないですけど、最後にね、JFK って書いてありますよね。ここが E 番線で来た場合の乗り換え口っていった形になります。では乗り換えていきましょう。よいしょ、降りました。まあ、ここまで降りれればですね、もう心配することはないです。ほとんどね、スーツケース敷いてる人結構多いですし、見えますかね、向こうの看板、エアトレインのねマークが出てると思うんですけども、空港行きのね、あの矢印がねもうちゃんと出ておりますので、まあ皆さんについていくか表示を見ていけば、まあ、間違いなくね、あのエアトレインね乗り継げると思います。でエアトレインね乗り継ぐ時に7.75 ドルかな、今は値上がりしたんですよね。お金がかかります。もうね、周りはスーツケース引いてる人ばかりですし、まあこちらもねJFK って書いてあるんで、まあ、大丈夫だと思います。まあ、ここら辺からはですね、もうエレベーターとエスカレーターもね結構あるところばっかりになりますんで、まあ、荷物がねある程度持ってる方でも気軽に利用できるんではないでしょうか。そうそう、でね、こっちの駅はね少し外を歩くんですよね。よいしょ。まあでもね、多分映ると思うんですけれども、まあ、先ほどのね JFK エアポートっていうのはね、あのサイズがねちっちゃい感じで映るか、はい、こういう黄色い看板でね、まあ、ちょっと文字はボケちゃってるかもしれないですけど、ずっとね出ておりますんで、まあ間違えることはねないかなと思います。まあ、人もめっちゃいますんでね、まあ、そんなにマンハッタンからだいぶ離れてますけど、そんなに怖い思いっていうのは多分大丈夫だと思うんですけど、私も結構ここ何回も使ってるんで、今のところ何にもないですし、あのおまわりさんとかもいますんでね、まあ大丈夫だと思います。こんな感じですね。では入っていきましょう。でここからはですね、エアトレインで、まあ、各航空会社のねターミナルに移動っていった形になりますんで、私はですね ANA で帰りますんで、あ、言っちゃったまあいいやANA で帰りましたんで、今回ターミナル7でね帰ります。これ JAL とかだとこれがターミナル1とかになるのかな、はい、そうそう。でね、アメリカのねセンチュリオンラウンジっていうねアメプラを持ってるとね入れるラウンジがあるんですけども、それはターミナル4なんですよね。残念だからね使えないんですよ。でもターミナル4だとね、日本で就航してるところで多分ね直行で多分行けないと思うんですよね。
私4使ったこと確かあるんですけど、ターキッシュエアラインが確か4だった気がするんですけど、違かったかな。うん、だからこの JFK はね、ターミナルで制限エリアと制限エリア外分かれてるんで、もう完全に中で行き来とかできないんで、その航空会社でそのターミナルを利用しないとそれが使えないっていう感じなんですよね。いや、非常に残念ですよね。まあそれはしょうがないんですけど。ということで、どうなんだろう、タッチ決済使えないのかな。あ、使えなさそうですね。地下鉄がね、タッチ決済使えるようになったんで、早く使えるようになってほしいですね。やっぱり 7.75 ドルですね。ということで 7.75 ドル買っていきたいと思います。それでは無事購入できました。カード代があるんでした、忘れてた。カード代を入れて 8.85 ドルですね。忘れてましたね。そうだから、この乗り換える時にお金がかかるんですよね。そう、あ、ここジャマイカステーションなんで、このね、やってますね、このメトロニュース。このメトロニュースだとですね、あれなんですよ、メトロカードがね、ここで現金で買えて、でここで現金で買ってからの、バスで乗り継いでニューヨーク行くと、このエアトリンね、使わなくて済むんで節約になります。まあ、これも行き話した、あ、でもメトロニュースの話はしてないですね。はい、そこまでやる人はニューヨーカー以外いるのかっていう感じですけど、まあね、あのお金は節約できますんでね。ニューヨークの乗り換えの乗り放題のね、地下鉄の切符がゲットできますんで、まあ結構いいんじゃないですか。11ドル12ドルぐらいできると思います。あ、もうエアトリン来てるんだ。乗りたいと思います。ソーリー、では乗りました。ちょっとね、行きあれだったんでね、このエアトリンの中でね、一回カメラ来ちゃいますね。遠心力で多分、ね、使えなくなっちゃうと思うんで。それではですね、ターミナル7着きました。誰も降りなかったし、誰もいないですねまあそれはしょうがないですね。でこんな感じでね、ターミナル7だと、ブリティッシュエアウェイズとアラスカ航空も、こちらのターミナルをね利用しております。で ANA の指定ラウンジもブリティッシュエアウェイズのラウンジとなります。でね、アラスカ航空のラウンジも多分ね、プライオリティパスでね入れるんじゃないかと思います。ちょっとこれはね、運用が変わってなければね、以前私も入ってね、動画出しましたけども、はい、多分使えると思います。いや、ターミナルなら全然人いないな。心配になるレベルでいないですね。誰も降りなかったし、誰もいないし、清掃員の人だけいる感じですね。いや、あのターミナルのこのエアトレインもね、ターミナル7で就航している航空会社ぐらい言ってくれればいいのになっていつも思うんですけど、まあそれも変わるからあれなのかもしれないですけど、ANA アラスカブリティッシュみたいなくらい言ってくれてもね、いいんじゃないかなと思いながら、いつもね、あれこう、あれ ANA ってなんだっけと思って、 ANA とね JAL でも違うんでね、ターミナルが。 ANA だったらターミナル7ですけどね、 JAL だったらターミナル1だったかな、はい、ってなるんでね。はい、到着しました。いや、外は涼しいっていうか、あ、外は寒いですね。よいしょ。ということで無事ね、ターミナル7に到着いたしました。これからですね、日本に ANA の飛行機に乗って帰ります。で、この動画に関してはですね、ちょっと申し訳ないんですけども、ここでね一旦動画区切らせていただいて、またねここから次の動画ね始めたいと思いますので、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。ニューヨークの滞在終わりということで、ちょっと残念ですけども日本の方に帰ります。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。